日本水中映像図鑑。ニジマス。サケ目、サケ科、サケ属に属する魚の一種。成魚の大きさはおよそ40センチ、最大では1メートルほどになる淡水魚です。体側にはエラブタから尾びれにかけて赤みを帯びた状態があります。腹部以外の角ひれを含む全身に細かな黒色斑が散在しています。よく似ているヤマメと見分けるときは、ひれを比べるとわかりやすいです。原産国はカムチャッカからメキシコ北西部。繁殖期になるとオスの体色は黄色みを帯び、体側の赤い状態が強く浮き出るため、原産国ではレインボートラウトと呼ばれています。日本ではレインボートラウトを直訳し、ニジマスと名付けられました。日本には1877年、明治10年以降数回にわたり、アメリカから移入されました。日本全国で養殖が行われ、その一部が河川や湖に生息しています。釣り堀でのマス釣りや行楽地でのマスのつかみ取りなどで親しまれています。一生を渓流や湖で暮らす陸風型と、生まれた後、海に下り、再び川へ遡上して産卵をする航海型がいます。河川に暮らすニジマスは、小型の昆虫や小型甲殻類などを食べています。宮崎県の渓流で撮影したニジマスでした。